日本代表 MF 同案率が1月23日、アジアカップグループリーグ第3戦インドネシア戦、24日に向けて取材に対応した。ドーハ市内で行われた練習では冒頭15分が公開され、MF 三笘薫とグキ野沢大使ブランドンを除いた24人で汗を流した。インドネシア戦は引き分け以上で2位通過が決定する。 チームは苦境に立たされているが、どうやすは、救世主、になることを誓った。写真、可愛すぎる、メガネ似合いすぎ、三オ薫のアスリート美人妻がイギリスを満喫する様子。チームが悪い時にいわゆる活躍しにくい環境で誰が立ち上がって、活躍できればまさにチームを助けることだと思うんですけど、そういう選手でありたい。ここまで2試合ではベンチスタート。 インドネシア戦は先発出場の可能性が高まっていると見られる。もちろん、2戦先発を外れて、悔しさはもちろんありますし、自分が出たらできるという思いを持ちながら、見ていますけど、監督の決断。大会前までは全選手コンディション良かった中で、いわゆるチームがいいという状態だった。それは変えづらいし、 調子がいいのに変えられる選手は納得いかないと思うので状況は理解していました。ただチームが悪くなった時に僕が必要になってくるというのは自分のメンタル的にもわかっている。自分がやってやろうと思っています。その中で必要なのは試合の入りであったり前半に対するマネジメント。 失点をせずに0-0で折り返してもいいという意識で入ることが大事だという。立ち上がりや前半を0-0で終わるとかそういうところから始まってくると思う。そうなれば相手も出てこざるを得ないので、試合運びの中でゴールチャンスを伺える。勝つために最悪前半0-0で OK という形も持ってなくちゃいけないと思うし、 それはワールドカップで僕ら学んだはずなのにアジア杯でできなくなっている。それはアジアを舐めているだけだと思うので、一点差で勝てれば勝ちなので、その感覚はもう一回持たなくちゃいけない。割り切った気持ちを持ちながらも攻撃のチャンスを生み出し、ゴールにつなげる。減点回帰、下森安ジャパンがインドネシア戦で再スタートを切る。